天ヶ瀬ダム、天ヶ瀬ダムは、京都風寺市、一級河川、淀川本川中流部、通称寺川と呼ばれる流域に建設されたダムである。国土交通省近畿地方整備局が管理する、国土交通省直轄ダムで、西日本屈指の大河川、淀川本流に建設された、唯一のダム。高さ73.0メートルのアーチ式、コンクリートダムで、 淀川の地水と宇治市への上水道供給、総出力59万8 0 0 0ットにも及ぶ水力発電を目的とした特定多目的ダムである。現在ダム機能の強化を目的にバイパストンネル建設を柱とするダム再開発事業を実施中である。ダムによって形成された人造湖は法王湖と命名され、平等院法王堂などとともに 琵琶湖国定公園エリアでもある、宇治地域の主要な観光地となっている。淀川は、大阪市、京都市といった日本屈指の大都市を貫流する、極めて重要な水系であり、古来より治水、利水は、寒暖なく、繰り返されていたが、洪水も頻繁であり、当時の遺跡者たちの悩みの種もあった。戦後森林の乱伐島で、全国的に水害が多発したが淀川でも、 例外ではなく、1953年、昭和28年の台風13号では、宇治川の堤防が決壊し、宇治市等流域市町村に多大な損害を与えた。この台風13号での淀川の洪水流量は、過去最悪のものであり、これを機に、淀川流域の根本的な治水対策として、建設省近畿地方建設局、現、国土交通省近畿地方整備局は、 淀川水系改修期計画を実施。この計画の一環として計画されたのが天ヶ瀬ダムである。数多くのダムが建設されている淀川水系の中にあって淀川本川に建設された唯一のダムであり、淀川水系における多目的ダムの第一号でもある。ダムの高さは73.0メートル、形式はアーチ式コンクリートダムであるが、このダムは ドーム型アーチ式、コンクリートダムというアーチダムの位置形式である。この型は設計が極めて難しいタイプのアーチダムであるが、コンクリートの使用量が少なくて済むため経済性に優れた型のダムである。殿山ダム、引川で初めて採用され、その後黒部ダム、黒部川等日本有数のダムに応用された。京都府南部への上水道供給のほか、 ダム建設に伴って1924年、大正13年に建設された関西電力の静ーダム、大峰ダム。重力式、コンクリートダム31.2メートルが水没するため、その代替施設としてのヶ瀬発電所による水力発電を目的とした特定多目的ダムである。なお、発電に関しては、その後、 汽船山ダムが1970年、昭和45年に完成し生産発電所と、揚水発電、認可出力46万6千キロワットを行っている。1989年、平成元年より、洪水調節機能の強化と新規利水を目指し、国内最大級の放水路トンネルを建設する、天甘瀬ダム再開発計画が進められていたが、反対運動や、 水需要の減少等により2003年、平成15年に計画の見直しが図られた。2005年、平成17年の淀川水系流域委員会による答申でも計画中止が妥当とされ、国土交通省は事業を継続する意向を示している。ものの、実質的に事業は頓挫している状態となっていたが、平成25年6月に本体工事が開始された。 地水の一環としての洪水調節機能について、2013年9月に大雨をもたらした台風18号接近の際、貯水上減水位まであと30センチメートルに迫ったことから、同月16日の午前7時15分から同10時20分にかけて完成以来初めて非常用ゲート4門を開門して、毎秒1000トンを放流した。これにより、宇治川は、 氾濫危険水位である3.6メートルを突破したことから、宇治市は流域の26,700世帯6万2,000人に避難指示を発令した。このダムは宇治市街に近い都市型ダムである。ダムより2.3キロメートルの至近距離に平等院、法王堂、世界遺産や宇治橋、天ヶ瀬森林公園がある。また、京都市内にも近く、掲示バイパスを利用することで、 大津市、比叡山、石山寺にも近く、こうしたことから観光バス等を連ねて観光客が多く訪れる。遠足や社会科見学等で近畿地方の小学生が訪問することでも知られる。ダム湖は1987年、昭和62年に平等院鳳凰堂が近いこと、ドーム型アーチ式である停滞の形が羽を広げた鳳凰に見えること等にちなんで、 宝うと名付けられた。桜や紅葉の名所でもある。以前は、京阪宇治交通。1999年からは、京阪宇治港サービス。2003年4月からは、京阪宇治バスが、ダムまで路線バスを運行しており、ダム近くにレストハウス。1997年以降は、チビールレストン、ガーデンズアマガセを経営していたが、レストランは2002年に閉鎖され、 バス路線も2005年7月限りで廃止された。レストハウス跡の建物は2012年に解体された。ダムには防犯カメラが設置してある。ダム関連工事による安全管理上の観点、自殺者の防止も含むから2008年12月よりダム通路への立ち入り禁止の措置が取られたが、現在は昼間に限り解放されている。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。